気になるのが台風6号です。台風第6号は、10日朝に島根県に最接近いたします。松江地方気象台は今日、出雲河川事務所などと台風6号についての説明会を開きました。気象台によりますと、台風6号は予報円の中心を通った場合、10日木曜の朝に島根県東部西部に、10日昼には隠岐に最接近、風は島根県東部西部ともに9日水曜の朝から強まると予想されます。雨は島根県西部で9日昼から強まる予想で、24時間降水量は100ミリから150ミリです。島根県西部では河川の増水や浸水、土砂災害に警戒が必要です。雨風が強まる前に早めの安全確保、家の周りの飛びやすいものの片付け等をお願いしたいと考えております。台風が今後予想より東寄りに進んだ場合、島根県の西部が暴風域に入る可能性もあり、強風、高波、高潮にも注意が必要です。気象台は屋外でのレジャーや不要な外出は控え、海岸や河川には近づかないよう呼びかけています。